晴らしいこの世界。でも怖いこともある。そんな時はロイが来てくれる。いつでもそばにいて僕らを守ってくれる。火事が起こっても心配いらないよ。ロイがいる。学ぼう日の用心教えてくれるよ。強くて勇敢な僕らのヒーローが一緒に学ぼう。火の使い方を一緒に学ぼう。ロイが教えてくれる。雷の時に注意すること。これは小紫で、こっちがトラフアゲハ。すごいな。ふん、くだらない。蝶なんかつまんないさ。そうだな、カブトムシの方がずっとかっこいい。蝶々素敵。チャールズ、これあなたの写真？うん。ほら、僕も蝶はすごくかっこいいっていつも言ってるだろ。え、さっき蝶はダサいって。この青いの素敵。綺麗な色。実物はもっと綺麗だよ。本当？あのさ、僕が捕まえてあげる。あなたが？小さな虫も怖いくせに捕まえられるのかい？もちろんさ。ピーターこそ捕まえられないくせに。何？じゃあどっちが先に捕まえるか競争だ。わかった。絶対に負けないぞ。変な人たち。みんな大変だわ。今日雷が鳴って嵐になる予報よ。本当に？今すごくいい天気だけど。エリー、天気は急に変わるものよ。被害が出ないように今から備えが必要だわ。そうだよ、みんなに知らせよう。僕は町を確認しに行くよ。私はみんなに知らせてくる。いいわね。じゃあ行きましょう。了解。長なんて簡単に捕まえるさ。絶対に僕が先に蝶を捕まえてやる。あ、蝶だ。そら見て、黄色の蝶だよ。うわ、青い蝶も近くにいるはずだ。そうだね。ん？何を探してるんだろう。ここにいるかも。あれ？うわ、うわ、うわ。そっと近づいて。ジョニー逃げろ。ちょっと違うな。体中が痛い。お腹空いたよ。またいつでも来られるさ。あれ、雨が降ってきた。あの木の下に避難しよう。飛来神は大丈夫だね。ありがとう、ライ。でも雷が鳴ったら安全な建物の中に避難しなければいけないよ。木には近づかないように。どうして危険なの？そうだ、雷が落ちる危険が高いから木からは離れるようにしてね。それを聞いてとても緊張してきた。ちょっと待って、ロイ、さっき森の中で子供たちを見かけた。なんだって？天候が悪くなったら危険だよね。とても危険だ。まさか雨が降るなんて。あ、見て、青い蝶だ。本当だ、先に捕まえてやる。みんな待って。危ない。大丈夫かい？さあ、うちに帰ろう。早く。もう少しで怪我をするところだった。ありがとう、ロイってすごいね。いいかい、
雷の時に注意することがあるんだ。雷が鳴ったら外で遊んではいけないよ。もし外にいたら建物や車の中に避難してね。雷が落ちて感電してしまうことを避けることができるんだ。高い場所も危険なんだよ。だから嵐の時は山や高くなっている場所には行かないでね。木の下には行かないこと。雷が落ちてきやすいからとても危険なんだ。もし近くに車や建物がなかったら、広いところで地面に小さくしゃがみ込むようにしよう。最後に、傘や虫取り網のような金属製のものは持たないこと。金属は電気を通すから危険なんだ。僕たち木の下にいた、うん、それだけじゃなく虫取り網も持っていたよ。本当に危険だったね。無事でよかった。はい。あ、でもどうしたんだい。青い蝶を捕まえたかったんだ。あれ、あ、青い蝶だ。ねえ、いっぱいいるよ。本当だ、すごい。